方いなく、それは基本はいないよね、いたらいいけど、まあ、本当はいないよねみたいな感じがすごい嫌なわけですよ。なんかだからそのままね、なんていうのかな、サンタも妖怪も本当にいる社会、人間もいる、妖怪もいる、サンタもいるっていう方が楽しいと思うわけ。うん、だからその辺の社会の常識みたいなのをちょっとずつ変えていくっていうか、楽しくしていく方向でなんとかやっていけないか。だからまあそれは本当にもうその世界中の人たちとコラボして、だからもうそのね、高木さんとか本当にあの政治やられてる方とかね、企業やられてる方、いろんなね、また全然その妖怪とは違うジャンルの方とコラボすることによって、もっとどんどんね、世界を面白くしていきたいと思うし、それもできると思うんですよね。だからそれでみんなとね、仲良く楽しくやっていきたいなっていうのはあるんですけどね。怪しいけど面白いみたいな感じだとすごい嬉しいんだけど。だから僕妖怪は一応ね、民族学的な定義